はい、始めました。イエーイ、イエーイ。はい、村山ひとしのアイドリッパーダブルということで、村山ひとしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスタント MC の宮里沙織です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、もう今日7月ということで。7月ですね。もう夏、ムシムシしてますね。暑いですね。あの宮里もあれじゃない、夏っぽいよね。はい、年中ずっと、はい、あの悪い意味じゃなくて夏っぽいよね。はい、そうですね。沖縄生まれでひまわりを掲げてるっていうところかな。そうだよ、あと本番じゃん。そうですね、本番です。私最近あの気になってるのがあって、はいはい、あの千葉県の佐倉市にひまわり畑で有名なところがあって。おうおう、そうなんです。ちょっと遊びに行こうかなって思ってます。あ、じゃあもうひまわりの中で、はい、そうですね。いよいよこの増加じゃないひまわり、増加じゃないひまわりになる日が来るかもしれないです。かもしれない。はい、その中で写真とか撮ったら。そうですね、いいじゃん。ちょっとたくさん写真撮ってきたいなと思ってます。ひまわり、ひまわり、ね、一年中なんで季節感まるでないんですけどね。まあ い, まあ、いつもはね、いつも、はい、やっと私の季節が来たなって思ってます。他ない、夏はな、夏といったら何なの。夏はお祭りが好きですね。あ、なんかぽいね。ぽいですか、村山さん。からくれないね。本当ですか。村山さんもお祭り好きじゃない、好きですよね。わっしょい、わっしょい。あれ、お祭り嫌いな人いないかなと思ったんですけどね。花火するとしたら何花火が好きじゃん。はいはい、そうですね、あの大きいやつが好きですね。あ、やっぱ線香花火とかじゃないんだ。そうですね。そうですか、ブレてないでしょ。ドカーンつうのはブレてないでしょ。ブレてないね。いいね。はい、そういう季節が来ていいなと思ってます。そう、ね、じゃあ、はい、もうまさに、はい、宮里沙織の夏になるように、はい、そうですね。今年は頑張って頑張っていきます。夏といえばになれるように頑張ります。夏女にならないとね。はい、夏といえば宮里沙織で、宮里沙織。ビールとかも似合いそうだよね。本当ですか、ね、ビール好きですね。あ、これブレてるから大丈夫かな。大丈夫大丈夫ですか。もういい加減いい大人だから。そうですね、成人してますからね。はい、ビールたまんない時期ですよね。はい、じゃあということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん改めましてこんばんは。こんばんは。ありがとう。私キャッチフレーズがありまして、歌うひまわり畑、キラキラ笑顔のひまわりイエローということでね、ひまわりを掲げてやっております。で、私はまだ1年経ってないんですけど、ギターで曲を作ったりとかもしてまして、今日は、私が作詞作曲をした、曲を、これはですね、私は毎日配信、ショールームの配信をやっていた時に、配信中に即興で作った曲なんですけども、皆さんにぜひ聴いていただきたいなと思います。一部皆さんにも参加していただくところがあるので、一緒に参加してください。聴いてください。お肉の歌。コール&レスポンスです。よろしくお願いします。ワン、ツー。
しゃぶせい、焼き肉せい、焼き鳥せい、素敵。皆さんどうですか、お腹空きましたかありがとうございます。しゃぶしゃぶ、焼き肉、焼き鳥、素敵。しゃぶしゃぶ、焼き肉、焼き鳥、素敵。胃もたれするほど毎日お肉食べたい。肉肉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 、人生それはすなわち肉。ありがとうございました。では続きまして、おとぎのまおいさんです。イエーイ出てきちゃってよかったですか、大丈夫ですかはい、ということでおとぎのです、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、最初に聞いてください、おとぎのオリジナル曲です、ときめきの恋物語。
とうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそこそこいて。はい、じゃあ改めましてお名前どうぞ。はい、ワロッピか、ワロップ会場にお越しの皆様、こんばんまる。こんばんまる。ありがとうございます。君をおとぎの国へご案内、マーベルエリのおとぎの舞です。よろしくお願いいたします。イエーイ、ありがとうございます。すごい芸名ですよね。すごい芸名ですか。すごい、おとぎの、おとぎの、すごい、おとぎの読めないってよく言われるんですよ。あ、もう岡野、僕最初読めなかった。本当ですか。読めなかった。さっきなんか名前間違えられてたなって。あ、だからじゃあ音の木さんみたいな名前。ねえ、まおいちゃん。ねえとか言って。はい、今歌った曲は何て曲なの。はい、ときめきの恋物語というオリジナル曲になっております。おー、これ自分で作詞とかそういうわけじゃなくて、これはうちの社長に作詞をしていただいた曲となっております。もう一曲が、あの、うん、カップリング曲なんですけど、うんうんうん、そちらは自分で作詞をいたしました。お、なんかこうファンタジーな感じなのかな。ファンタジー、そうですね、おとぎの国とか、うん、なんかアリスっぽい感じが好きなので、うんうん、そういう世界観を、おー、いいじゃないかなぁ。じゃあね、後でもっと、もっとね、いろんなお話聞きたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ CM です。いや、ちょっと長かったはい、アイドリッパーをお送りしておりまーす。イエーイ、じゃあ改めて、はい、おとぎのです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ね、どういうアイドルだって言ったらいいのかしら。どういうアイドルですかね。一応、まあ、一応共演してるじゃん。はい、そうですね、何度かね、何度かどういういただいてる、いただいて、なんかだろうな、なんかオリジナル曲もこうファンタジーで、ファンタジー的なところがあって、そうです、ね、なんか見た目もファンタジー系じゃないですか。え、本当ですか。見た目ファンタジー系ですよね。ファンタジー系、ディスってはいない。ディスってはいない。ディスってはいない。悪い、いい意味ですよね。いい意味でファンタジー、いい意味でファンタジー系。ありがとうございます。ファンタジーアイドルなんじゃないですか。ファンタジーアイドルなんですね。なんと、あ、いいかもしれないな。だからアリスとかが好きだからはい、そうですね、そういう感じなんでしょ。アリス、不思議の国、なんかおとぎ話っぽいような感じのがすごく好きで、おうおうおう、そうですね、お名前もおとぎのっていう、おとぎのっていうのも、そうですね、そう、なんか原宿とか好きそう。あ、すごい好きですね。あ、服飾すごい好きで、なんか服飾、あ、服ロリータとか、おうおう、そういうお人形さんみたいな服装がすごく好きなんですよね。じゃあ今日の衣装ももちろん、もちろん、あ、これはね、違うんですけど。あ、ごめんね。これでも村山さんに合わせてきたんですから。そうですよね。赤チェックで統一してきてます。チェックありがとうございます。はい。チェックかぶりですね。チェックかぶりですよ。ソーピーさんも今日一緒に。今日赤チェックですみんな。嬉しい。バックも赤チェック。あ、本当だ。赤チェックだ。赤チェックの日ですね、今日。流行りだからね。流行ってますよ。そうなんだ。最先端ですよね。トレンドだから。トレンドです。赤チェックが一番。先取りやな。服とか作ったり。そうですね、一応服飾の専門学校に私通っていたので衣装を作ったり、あと他のアイドルさんから頼まれてちょっと今進めているところでは。他のアイドルさんの衣装作っちゃうの。そうですね、すごい、本当に恐縮なんですが。すごいじゃん。すごいですね、はい、頼まれるってことは。いや、そう、ね、期待感が。そうですね、頑張らないとやなって感じです。自分のじゃあ性格とかどう思う。自分の性格、うん、私、あなた、まあマイペースで、めっちゃネガティブで真面目ではありますね。真面目。そうなんですよ、曲がったことができないんですよね。あ、いいじゃん、かっこいいじゃん。かっこいいですよね、とか言って。曲がったことが大嫌い。おとぎの前もです。そうですよ、なんかヤンキーみたいですね。まあ確かにちょいちょいなんかネガティブなこと言うなって思ってた。本当ですか。自虐が多い、うん、あ、それはありますね、うん、ちょっと
その節は。でも大丈夫大丈夫。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。全く根拠ないけど大丈夫。村山さんと楽屋で打ち合わせした時もすごいなんか精神科の先生みたいな感じですごいなんか励まされてしまって。カウンセリングみたいな。だってラーメン好きなの。あ、ラーメン大好きで豚骨ラーメンがすごい大好きなんですよ。どういうとこで食べるの？一蘭がこの世で一番好きかなって。すごいもう一人の世界に黙々とこう一蘭ってラーメンこうね。そうですね。やってそれで一人ずつが。そうですね、もう麺と向き合える、最高の空間最高の最高です、ね、人と喋りたくなる仲間といけないシャットアウトしてまあ美味しいからねすごい美味しいんですよ、でも結構いろんなとこ一人で行ける人間で私ラーメン屋とかも申し訳ないけど例えばねほらマーベルさんでやってるじゃないですかね、はい、みんなとワイワイやれてるの？やれてると思っております笑いが起きてますけど大丈夫ですでもね、まあ、嘘やん結構老舗のマーベルエルさんの中でも、はい、だって12月、去年10レビューそうですね、12月の21日にお披露目としてライブをさせていただいてでもトントン拍子ですごい本当ですかいろいろなことが進められ期待の星だと思うそんなわありがたいですね僕最初に会った時にこの人なんかキャラが強そうと思ってなんかやっぱディスってる感じがなんかディスってるんやけどあの歴代のマーベル、はい、マベッコをいろいろ見てるマベッコ中でも割とキャラの強い人の方マベッコはもともとなんかキワモノが多いみたいなことを言われてるからキワモノって言うと失礼だけど、まあ、個性の強い方が多い中でも割とその中でも私は飛び抜けてキワモノみたいなあらキワモノって言葉がねあのね褒めてんのよありがとうございます分かってます分かってキャラが立ってるってことですからねそう聞こえないかもしれないけどあなた受け取る方がちょっとネガティブだからいやありがとうございます、ね、あだからなんか聞くとこによると、はい、重要なイベントあるそうじゃん重要なイベントあ8月のあれですね、うんはい、実は8月の13日に私のセカンドシングル、うん、レコ発ライブが、はい、お昼高円寺エッチさんでしたよね六本木の高円寺じゃないクラブエッチさん六本木クラブエッチさんにて、お昼セカンドシングルのレコ発ライブがございますのですい、はい、よろしくお願いいたしますすごい大躍進ですねしかもセカンドでしょそうですねもう1枚出してるんだよねそうのそんな感じでそうそんな感じじゃない場合もあるんだ出してる出してないのどっちはい出してます出してますあそうそうよかった出してない方向も可能性としてあるのかと思ったでも1枚目も入ってから3ヶ月で出させていただいてすげーじゃん急ピッチじゃんすごいもう1枚目はどういう CD なの1枚目さっき歌ったときめきの恋物語と、うん、あと自分で作詞したもう1曲の、うんCD なんですけど、うん、まあファンタジー系って言われたらそうなのかなっていうような感じファンタジーアイドル、はい、ファンタジーアイドルだファンタジーアイドルもう一曲の方が結構本当におとぎの国感を出した感じのそんな曲になってますね、ねそうすごい可愛らしい曲ですよねあ、もう一曲ですか結構すごいそうぶりっ子系な感じの曲ですねすごいなんか全てをこうネガティブにこう変換しておっしゃいますそんなことないでも大体そういうねこうそういう方向のファンタジー系行く人たちって大体ネクラちゃん病んでるみたいなネクラなんですか率が高いよねネクラちゃんネクラなんですよでただ頑張り屋さんなんだようわー泣いちゃうそういうこと言われるとえ違います頑張り屋さんじゃないですかうんじゃないよもう僕に会ったの2回目だからさうんいまいちファンダーつきづらいけどいやーでも僕最初会った時すごいしっかりした人だなと本当ですかやる気のあるうわー嬉しいですねいい印象があったんですけどその印象を突き通していただきたいですねです間違ってた僕間違ってないですよ全然真面目だし本当あそう通ってますよ芯があそう一本芯が通ったね、まあ、本当になかなか自分で言うっていうのはすごい強気で、ね、強気ですよねいいよ強気で強気でいいです素敵です素敵全然ネガティブじゃないです大丈夫ですあよかったえだってあそうだから服飾系好きじゃんはいでねあの宮田さんもいろいろアクセサリー作るそうなんですよ実は今日これそうなんです私が作ったブレスレットを
超嬉しい、超可愛い。洋服とかは作れないんですけど、なんかこうビーズを集めるのが好きで、すごいあの大量に業者並みにあって、業者並みに確かにさっきすごい出してましたね。すごいいっぱい、しかも持ち歩いてるっていう。すごいけどめっちゃ可愛いんですよこれ。まおいちゃんに作ってきました。ありがとうございます。そう。トレードマークのカラーは赤が私はすごい。好きで、そう、そしたら赤のハートを入れてくれるっていう、なんとも粋な計らいを。ありがとうございます。つけてくれてありがとうございます。いやーもう明日もつけたいなみたいな。嬉しい。嬉しい。じゃあそのうちね、はい、おとぎのさんが衣装作って、そうですね。小物を宮原さんが作ってみたいな。めっちゃいいですね、そういうの。誰かのアイドルもやるかもしれないよ、ね。誰かの。こう共同プロデュースみたいな。おお。組まないとタッグを。まあちょっとお金のことはそれぞれ考えて。現実いきなりリアルな方に。夢が潰されましたけど。そうですね。ちょっと一気に。まあそれぞれあるからね。まあ、ということで、はい、ということで、ね、なんとなく分かったような気がするけど、ね、僕は分かりました。お、まあ、大丈夫ですか。ファンタジー的には謎みたいな感じは出さなくて大丈夫なんですか。ミステリアス系みたいな、まあ、そういう、ね、男出せるタイプのファンタジーなの。いやでもなんか私出してるつもりがなくてもすごい不思議ちゃんみたいな。ダダ漏れしてるの魔法が。そうなんかダダ漏れ、なんか黒魔術使えそうだよねみたいなのすごい言われるんですよ。黒魔術使えないしみたいな。あ、そっち方向行ったらね。そうなんです、言われるんですけど、あまあ特には意識はしてないかな。はい、そう、はい、アイドリッパーエンディングでーす、はい、イエーイ。じゃあまずね、お知らせをあれば、はい、はい、8月の13日のお昼、うん、六本木クラブエッチさんにておとぎのセカンド CD のレコ発ライブがございます。こちらどっちも2曲入りの CD になっているんですけど、どちらも自分で作詞を手掛ける予定でおりますので、1曲すごいなんか元気な感じの歌、もう一曲がすごいかっこいい感じのクールな感じの曲になっているんですけど、どちらも絶対いいものに仕上げたいと思っているので、ぜひよろしくお願いいたします。楽しみですね。ありがとうございます。毎週水曜ラクラです、ね、そうですね、毎週水曜日に神田ミーファさんというところで事務所主催のライブに出させていただいておりますので、そちらもよかったらおとぎののツイッターブログとかからチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。では皆さん、はい、私は、7月15日に新宿レッドノーズさんで事務所主催のライブがありまして、45分間の持ち時間をいただいてて、ちょっといろいろ出演者おのおのが面白い企画を、自分で考えて、やるというそういったライブがあります。それと25日にですね、私バンドでライブやるんですけど、オリジナル曲、新しい曲を2曲作りまして、はい、バンドで披露しますので、会場が赤坂グラフィティさんです。その他にもたくさんライブがあるので、ぜひツイッターをご覧になっていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、すごいバンドライブなんですね。はい、そうなんです。ギターも弾かれてやるんですか。そうですね、ちょっと今のところはハンドマイクでやるよ。へえ、すごい。でもバンドもなんか似合いそうですね。そうだよね。本当ですか。でもすごいバンドサウンドも。お前を呪ってやる。しませんけども。メタル系じゃないですかね。本当。そうなっちゃいます。そういうの、うん、やだ村山さん怖い。いノリでノリですね。ノリでノリで仲いいですもん ね仲いい。別に喧嘩したつもりもないけど。そうですね、でもバンドとか好き？すごい、そうですね、バンドサウンドすごい好きなんですよ。ギターの音とか、重低音みたいなのとか。ジュッ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 お前よお前よってやりませんけど。はい、ということで、はい、アイドリッパーでした。はい、バイバーイ。ありがとうございました。またの。じゃあ、いいですか。はい、皆さん、ここからは会場限定のライブです。皆さん一緒に盛り上がってください。ブグバグブグバグミブグバグ。
ますよ。ブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグほい。毎日2時間みんなで楽しく過ごすのそれがサーフィン。どうナビと。Thank you.
ございます。ということで今のがね自分で作詞したっていう、はい、作詞の曲です。曲でね、これはどういう世界観で、はい、これは、まあ、おとぎのは自分をウサギっぽいなって思っているので、はい、ウサギの感じそうですまあ、ウサギがおとぎの国へ入ったよみたいな感じの曲です。かわいい、かわいい、かわいい、ありがとうございます。これはもう今売ってんのね。あ、そうですね、はい、先ほど歌ったやつと一緒に、ね、物販でも買ってくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ限定、これで限定ライブは終わりでございますので、はい、これは物販になります。おで、集合写真もじゃあお撮りたい人いたらどうぞぜひぜひ撮りたい人いたらどうぞ